けれども博士は正面からこれらと戦うことをの選んだということですね。その姿勢に心打たれたって方々も多かったと思います。まあ、辞任ということにはなったんですけれども、これから先々令和の一員としてご活躍いただけるように私たちは博士を支えていきたいと、そう考えています。で、何よりも多くの方々が、不調、精神的な不調ということで苦しまれているのが日本社会だと思うんですけれども、自分自身の病状というもの、状況をオープンにして、国会議員であっても誰であっても休める社会にしていくんだというメッセージが届けられたってことは大きかったのであろうと。博士は国会議員として大きな仕事をしたと私自身は考えています。今後なんですけれども、一般的に比例の当選議員、これが辞職という形になれば比例名簿の辞典が繰り上げとなるのが普通です。一般的です。私たちはこの博士の残してくれた議員の任期をより有効に活用させていただくということを、考えました。まずは今回の事案に限ってという形ですけれども、ローテーション制度、これ令和ローテーションと名付けて導入したいというふうに考えています。簡単に説明しますと、議員任期を1年ごととして交代していく、それを令和ローテーションと名付けてやっていきたいというふうに考えています。大島九州さん、そして長谷川宇衣子さん、辻恵さん、蓮池徹さん、与田花恋さん、解説いただきたいと思います。よろしくお願いします。大島九州でございます。水道橋博士の一日も早い全開をですね、記念をさせていただきたいというふうに思っております。一緒に。それでは続きまして、その1年後にバトンを受け取るものでございます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。長谷川宇衣子です。水道橋博士と一緒に私も選挙活動をしまして、水道橋博士には私が訴えていた政策をぜひ国政で実現したいというふうに言っていただきました。で、私も就職氷河期世代ですから、周りの友達うつで休職したりですね、仕事を辞めざるを得なかった人たくさんいます。そういう意味でそういう人たちの支援しっかりと充実させていきたいと私も考えています。辻恵君でございます。水道橋博士の思いをしっかりと引き継いでいきたいというふうに思います。私は2009年の政権交代が7000万人が投票に出かけ、そして本当にそれまでの日本を大きく変えられるというワクワク感が日本中を席巻していた。国会の中でもそういう今までのしがらみの政党政治を変えることができるんだということが、本当にそういう思いが本当に応一していたというふうに思います。それを取り戻したい、それが私の思いです。令和新選組を軸として、そういう今の政党政治が本当に国民の皆さんから失望と絶望に投げかけられている、それを変えていきたい、そのことを水道橋博士の今回の思いを私なりに引き継ぐということで実現。蓮池徹と申します。よろしくお願いいたします。水道橋博士、私も症状は分かりませんけれども、同じような病気をした経験がありますゆえに、博士がどのような辛い思いをされているかというのは少しでも想像がつく思いでおります。ただ経験上絶対に治ると私は確信しておりますが、一刻も早い会議を記念しております。今代表から説明ありましたようにローテーション制ということで、これは現在の政界に新たな一石を投ずる、私は画期的なものだというふうに考えております。
まあ、博士のこと、それから次点の小島さんのことを考えますと若干複雑な面はございますけれども。与田可憐でございます。昨年衆参議院議員選挙落選した後なんですけれども、11月には新宿区長選挙野党統一候補として立候補し、またしても残念ながら落選し、今回の声掛けをいただき、私も有楽町駅前の太郎さんとの凱旋で初めて水道、私7年から2028年になると思うんですが、私はその頃この日本が存在しているのかと不安を持っています。今の岸田政権が軍備増強、そのための増税、まさに戦争前夜、私のターンの時に本当に順調に順番を引き継ぐことができる状態なのかと危惧をしております。しっかりと自分の順番を受け継ぐことができるように、軍備増強ではない真の平和外交、まっすぐで子どもたちに説明のつくことだけをする、まっすぐで優しい小さい声をすくい上げる日本を、令和新選組の皆さんと目指していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。